当に。向井これで1位取ったらもうこれ前代未聞よ。やるぜ。この通り。この通り。この通り。夢と希望を与えてやる。まあ、その言葉に僕心を打たれました。ありがとう。ちょっとよろしいや。もっと。お先に行って。遅い。遅いんだけど。何でだよ。ラブチケット。僕一人目。たかしのお任せで。ドラゴンボール好きなキャラって何？俺、ブルマかな。下心満載じゃないか、お前。ちょっと待ってな。おっ、カカロットかな。編集で使う。お前、悟空のことカカロットって言うんですよね。俺、カカロット。そっか。え？ダメです。俺も決めちゃう。じゃあ、俺が言ってあげようか。おっ、いかにしよう。いいね、前向きだね。コージこういうの好きだよ。おぉ、いいですか。いやもう、ご機嫌じゃん。これはもしかしてアジが3匹やば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 2匹。小学校レベルの簡単な問題が出ます。俺もっと小学生だよ。向井コージの大切にしている宝物はメンバーなんじゃないかな。カメラ。10秒にいろんなドラマが詰まってました。嘘つけよ。もう問題を覗いてるよ。すげえ。それ何？それ自分のやつ？自分のプライベート。あはははは、ありました。おベリーファーストベリーファーストオンザビッケ。あはははは、コミックだね。ナイショーナイショーナイショー。かわいい。ナイショー。こいつめっちゃかわいい。嬉しい。スノーマン見た。今の内緒取れないよ。いた。では近い数値だった人がしょ。それではよっしゃ意気込みか。これまだちょっと初めてですけど楽しみます。えおいおいおい、うわっ、ソーシャルディスタンスじゃんけん。リズムみたいな。なんか喋ってます。ちょっと笑ってました。あ、じゃあこれまず口の再生しようか。何やろ。先生先生誰が誰がってこれみんなスノーマンで話し合ってる。どうするこれ。じゃあせーの。宮崎くんの家行ってみたいんだよね。だめ。なんで。いや夏さんの家に入るのは俺のところがいいですか。いけ。同じです。逆行きで。俺前から言ってるんけど、伊達さんのモーニングフットに行ってほしいから。ピンクンっていうグループ。おお、はい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 。その後ろでね、踊ってました。あの伸びのね、踊り。うざ顔。すげえな。おお。いいわ。可愛いな。これはもう全然。これはもう全然。教室の窓からこうレッティングしてる目見て、もういいじゃん。また多分俺に惚れちゃうと思うね。もう惚れてるよ。で、メメってさ、コージの運転は初めて。俺でも一回夢で乗せたことあんだけど。もうメメメくない。おおおんあーゴートゥーミルク。よし。いやたまにメメがこうやって振り返って笑ってくるんですけど、ちょっとキュンキュンするんでやめてください。非常ですよね。ジャニーズじゃなかったら、どんな仕事に就いてみたかった。コージさんが、まあ皆さんに憧れてる理由っていうのはここにあるから。あー、まあ、美容師。
じゃあ、メメが欲しいね。プライド終わって今、ビューティフルライフに行っちゃった。昨日、ここはめっきつつ。そのまま入れると思う。ちょうど。なんか、俺、最9問目はですね、いやいや、なんかね、向井がいるってのすごい聞いてた。昔はね、もう、そんな押すっていうぐらい押されてましたから。もうええやろ。いや、気持ちいいね。もうええって。もう、落ちろって。もう、今の時期がとーってブロコン。はい、シソンヌさんやめてください。もちろんだ。お前に教えてくれたから。それはどういうゲームなんだよ。あっちが説明しよう。それはどういうこと。説明しよう。芸人さんみたいな。空手王国第一国王宮舘涼子 VS 第一市民佐久間大輔。はじめバイカーン。ってことは何をするか分かりますよね。そう、言ってやったら。ボーリングだ。違うよ。ボーリングの球みたいな穴開いてるけど、ここ。はい、見てね。みんなで気持ちになってかけてる。もうええわ。今さ、それやってんじゃん。うん、俺らイヤホン好きだな。俺ら誰も聞いてない。問題見たら読んでみてこい。ちゃんと。問題。この一問で俺の南京錠開いてる。だとしたら最初から開けとけ。どんどん降ってきて。水足りひんよ、水。水足りひんよ。5本しか用意してない、そっちを見せる。5本以上行くかなって思わせなかった。お前が悪いけど。そう、俺が悪い。急にごめん。いいよ。早く消せば5時間半って出たから。怖いよ。もっと優しいのにしてよ。すっげー楽しかった。楽しかった。いや愛してでもみんなと会いたい。いや話しよう。どういてそんなことを言えるの。逆になんか翔太君と両思いみたいな感じで嬉しいですけど。あいつうるさい。もうちょっとやっぱこれ誰がお子様やん。リポートしてる。シェアハウスけよな。渡辺翔。次は鍋が誰のを見たいかという。ちょっとやっぱテンション上げたいの。あ、いいですね。教えて。やっぱ工事。いつもだったら嫌がるけど、今日はいいかな。気持ちいい。ゆっくりでよ、シャンピーマジで。どうだ、久々のドライブは。めちゃくちゃ怖い。いかんだけど。一応そこの瞬間、そこ止まろう。ショッピー、怖くなりました。あ、やめろよ。3、2、1、0。首が前に。そう、だからここを押さえる。ですそう、なんだ。プライベートの深澤達也。違う。ウロコだきさ、くんち。どうやってウロコだき。ここね。それみたいに料理ができないやつってサマウシできるの。お前にはまだ早い。ルーモスを取る。来たよ、ルーモス。なんでやねん。なんでやねん。ルーモス習得できるのか。待て待て、ずるずるずる。あ、なんでもう、さすがウッカ。まあ、使わせてあげるよ、ルーモス。しょうがない。なんか嫌や、自分で習得してへん、ルーモス。めちゃめちゃ迷わない。自分では買わないようにしてん。マヨネーズ家にないねん。でもこういうロケに来た時は食べれんねん。ねんねん。俺らの料理テクニックがこんなうまいの。そうだよ。ホラーが作ってみ。ベロ飛ぶぞ。ベロ単品で飛ぶ。みんなさ、この阿部ちゃんの。いやいや、お前ちょっと待ってくれ。なんだよこのメモ。すげえじゃねえかよ。今日なんか言わなきゃいけないかなと思って。すげえ。お前いいやつだな。すげえな。ありがとうな。でもやってくれてそれ。もちろんだぜ。で、一回も失敗しないね。なんでやと思うこれ。みんな頑張ったからね。違うよ、阿部ちゃんがいるからだよ。阿部ちゃんちょっとプリントみたいなね。あと髪伸びたね。あ、そう伸びた。ありがとう。ストレートパーマ。やらせてた。肘に当たっとるやん。バウンドしてるよ。肘。
カロリーって熱量なわけじゃん。カロリーって熱量。熱量。ジュールだからカロリー。ジュール。ジュール。ごめん、海外行ってるか知らんけど、カロリー。理科。これ理科。普通に理科。日本の理科。グラビアアイドルのセクシーポーズ。いや、もう言ったんでしょ、これ。どんな。やばい、これは小石くん、詳しいの、これ。そうですね、たまに見ますね。気になるわ。いいよ、いいよ。いやいやもうここで食べ方食べ方だよこっちこっちありがとうやったーうぅーいやちゃんいやおのおのの100を大阪から東京に来てスノーマンに入ったことです出会ったことがいやわかるこの状況も100や見てくれてる見てくれるのも100や笑顔でみんなのシワを増やしてやるぜ新しいやっぱね人生って何があるか分からんからこうやって最後に逆転する可能性もあるからみんな毎日毎日諦めずに最後まで、ね